なんであんな片手でこんな大きな元を持てるんだろうか、不思議でしょうがないですが、今日は秋田でお祭りがありまして臨時の列車も出ています。そういうわけで秋田の宿泊はもう高騰しているし、そもそもホテルに泊まるお金は持っていません。秋田駅には併設されているネットカフェがありますが、まあおそらく泊まれないでしょうね。で、当然なんですけれども、そういうわけで秋田には泊まれるはずはないので、まずは泊まれる場所へ移動。ネットカフェが仮に空いていたとしてもですね、もうオープンシートみたいな、ただ椅子があるだけとか、ゲーム用の椅子があって、座席は全然倒れないとか、そういうような場所だと思います。前に秋田のネットカフェ泊まったことあるんですけれども、ゴールデンウィークの間に挟まれた平日に泊まった記憶があるんですが、その時でもね、もう満員で、ゲーム用の席しか空いていなく、座席はリクライニングしない、しょうがないから私はその時個室みたいな感じで、区切られておりましたので、床で、三角形になってね寝ましたよ。で、鶴岡もどれぐらい混んでいるかは怪しくて、ネットカフェで駅から近いところというとあまりありません。この列車は酒田行き、その酒田も大きな町で、そこもねやっぱり、ネットカフェはあるんですけれど、駅から歩いて、40分ぐらいかかります。もうそれはネットカフェの立地として普通です。駅の近くだと地価が高いし、そういうところは車社会なので、車で行く人が多いから別に問題にならないわけです。でも列車移動だと話は違います。この羽越本線系と、日本海側の南下していくと、ネットカフェが駅の近くにある町は私の知る限りでは、鶴岡なのです。夜の暗い時間、もう、秋田を出る時点で9時前でしたが、こんな時間でも最終列車、私の乗っているこの列車に限り、鶴岡までまだ行くことができます。またネットカフェというのは時間によって料金が決まるわけですが、大体の場合夜間ナイトパックプランみたいなものがありまして、夜はですね、大体8時間で、一番安くなることが多いです。8時間を超えると逆に値段が随分高くつくようになります。で、あんまり早く着くと翌朝早く出なきゃいけないんですね。8時とかから入ると、翌朝、28時、つまり4時には出なければいけないということになります。まあ、それでナイトパックの適用になるかという別の問題もあるんですが、この列車で行くと11時ぐらいに、鶴岡の到着だったと思いますが、そうすると翌朝7時で8時間、そのネットカフェのナイトパックが8時間かどうかというのは料金が店によって異なりますから、また調べなければいけないんですけれど、でも悪くない時間に到着するわけです。11時から0時頃にネットカフェに着くと、翌朝もゆっくり行動できます。酒田駅まで来ました。日本海側の大きな都市です。乗り換えの列車は新潟県との県境根津ヶ関まで行ってしまいますが、その手前の鶴岡であります。さて、酒田駅を出るにあたって、出るにあたってというか、快活クラブ鶴岡店の店舗の様子を確認。これだな。利用の前に必ず各店舗の情報を確認しておいた方がいいです。駅からの距離は、かなり近いけど、8時間で1600円、これは安い、いやどちらかといえばちょっと高い方かもしれませんね。仕方ありません。あとは最近学割を始めたみたいなんですよね。これは本当に助かります。前はこういうのなかったですから、2割引きだと1728の2割で、350円ほど割引になるわけですね。ただ今ここで見るとシャワーはないようです。店によってはシャワーがあって300円払って使えたり無料だったりという場合があるんですが、今日昼間温泉入ったのでそれでよしということにしましょうか。できたら入りたいんですけど、今見ると快活クラブ鶴岡店は駅からおよそ700メートルのところにあります。対して酒田店はもう直線距離でね、2キロぐらいありますんで、歩いたら3キロぐらいでしょうね。これはちょっと、どうしようもなければ使うんですけど、あまり現実的ではないですよね。過ぎ去る時に車掌さんがお辞儀をしてくれました。秋田から2時間30分鶴岡に到着です。前に鶴岡駅に来た時はカシオペアによって40万ぐらい払ってきたんですけども、今回は、9500円でお金持ち気分いいですね。ラーメンとか前にここでご馳走していただいたのを思い出します。また食べたいな。お腹減りましたけど、今日はもう食事しないで寝ちゃおうと思います。11時15分だからです。実は私、鶴岡市にはよく来る割にはあんまり詳しくないんですけど、なんだこれ、随分立派な倉庫が駅の目の前にありますが、調べたところ普通に農協の倉庫らしいんですけども、ただめちゃくちゃ古いだけみたいですね。
老朽化が進んでいるので、なんか市内どこどこにこう新しくちゃんとしたの作りますみたいなね、あのそんなのがネットに書いてありました。すごいな。明日の朝もう一回見ましょうか。さてこの踏切を渡る必要があるんですけど、これは渡っていいのかな。こんな状況の踏切は初めて来たんですけど、何これ、面白いな。鉄道マニアとしてこんな面白い光景見られて嬉しいですけど、補正員さんにちょっと待ってって言われました。今からねこれをどかしてくれるのかな、私のためにどかしてくれるのか、それとも今からちょっとすぐ動かすからもうちょっと待ってくださいっていうノリなのか分かりませんが、おお、なんか動くみたいだな。おお、早い早い、結構いい動きをする。おかげさまで明日の羽越本線も安心です。この道行けば本当にネットカフェあるんだよな。心配でしょうがないんですが、でももうすぐ近くにあるみたい。あったあった、スズムシの声を聞きながら到着。北海道のようなライダーハウスで宿泊ということはできませんので、もう本州にはそういうのがほとんどないですから、これから先はネットカフェにおんぶに抱くことになります。ただ一方でネット回線には困らないという長所がありますが、ただ時間でね、これもう何時まで出なきゃいけない、そうじゃないとお金かかるみたいな心配がこれからはどんどん増すことになるでしょう。本日使えるお金はあと3000円ほど残っています。しかしですね、夜8時間だと1700円なんですが、これが12時間パックだと2700円になります。これね、料金体系が夜の設定は8時間しかないんですよね。で、一番安いようなやり方でやってはくれるんですけど、多分8時間が多分10時間ぐらい滞在すると12時間料金とかになって、2700円になってしまうと思うんで、ちょっとね、それは避けたい、とするとやっぱ8時間を超えるとものすごく値段の上がり方がこう変わってくるんで、8は超えたくないんですよね。今23時34分ですから、明日の7時34分まではここにいられるということです。で、明日ただね、私は9時ぐらいの列車に乗ればいいと思ってるので、正直時間が余ってるんです。そうするとどうするか、その間、でも坪川駅周辺に何か暇をつぶす場所ぐらいあるでしょう。なんかマクドナルド的なやつが何かあればいいです。車が多い、大丈夫かな。フルフラットシートというやつが空いていてくれなければ、椅子で寝ることになる。それは避けたいのですが、空いているかどうか次第だし、もう他に選択肢はありません。椅子しかないというのなら椅子で寝る以外にはないのです。椅子でもフルフラットでも料金は基本的に同じです。各席というかブースというんですが、それはこのように仕切られています。仕切りはあるんですけれど、後ろガラスで中を覗き見ることができるようになっていまして、下も空いています。そこに膝掛けか、それを使ってね、目隠しをしちゃうような人もいるんですが、それは基本的に許されていないので、ちょっとやらない方がいいと思いますけどね。やってる人はいますが、コンセントも2つついています。パソコンとビデオカメラの充電。ただ結構お店の中は音楽がかかっているんですが、静かなのでこういう音も周りになかなか気を使います。もう夜の11時でね、トラックのドライバーさんとかが寝てたりっていう場合ももしかしたらあるんじゃないのかなと思うんですけど、そういう人を起こしたりすると悪いですから、どんな人であってもね、うるさくするのはいけないことなんですが、でも逆に多少の音であれば仕方がないことなんだと思います。お店の人もね、普通に会話してますしね、コンコン失礼します、お食事をお持ちいたしました、みんなが寝てても声を普通に出すのは、ここはあくまで宿泊施設ではないからです。 Wi-Fi も高速、動画のアップロードははかどります。結構早い Wi-Fi ですよ。これ以上早い公共 Wi-Fi ってなかなかないでしょうね。これチェックイン伝票です。23時36分58秒入店と書いてあります。これから8時間後7時36分57秒までは、8時間料金、多分58秒までそうなんですけど、これが1秒でも過ぎるとですね、確か5分だから10分あたり80円とか結構な金額が取られますんで、注意しないといけません。でこのような座椅子もあるんですが、フルフラット席の場合座椅子は脇にずらして、そしてこのブランケット、膝掛け、それをもらってきてですね、大体1人2つぐらいの使っても問題がないので、それでタオル、掛け布団、そんな感じで寝るといいと思います。タオルというかこれですね、明るいんですよ。もうやっぱ宿泊施設じゃないからっていうのあると思うんですけど、お店の中も音楽がかかっているし、それから照明は全く暗くしたりしないので、こういう風に目を覆って眠れば、早くも時間が経ち、もう翌朝になっています。
朝無料モーニング食べ放題っていうのを最近やっておりまして、フライドポテト、マクドナルドみたいなポテトを食べ放題、またパンも食べ放題なんですよね。ただ今回はそこまでお金に困ってはいません。朝ごはんに200円ぐらいだったら出せますので、うどんを注文しました。これもね、本当だったら380円ぐらいするんですけど、朝だったら200円になるんで、夜のうちに食べたかったんですが、朝まで待ったのです。このようにパソコンでクリックして注文すると、コンコン、お食事をお持ちいたしました、お分けしてよろしいでしょうか、係の人がやってきてくれます。これがうどんです。なかなかね、美味しいですよ。200円のうどんにしてはよくできてる、いつもそう思いながら食べてます。私の好物です。トーストとかもね、美味しいんですけど、やっぱちょっとなんか何もつけないトーストを食べてるとひもじくなってきますんで、まあこのぐらいはいいかなと思います。そして、滞在時間7時間55分。もうあと5分で全て片付けて出ないといけません。こういった食べ物なんかもね、ちゃんと片付けて、まあ片付けないで行っちゃう人もいると思うんですけど、ブランケット、食べ物、食器など片付ける場所が設定されていますので、そこはちゃんとやるようにしましょう。いやー、学割いいね、助かりますよ。1570円で、泊まることができました。体力もしっかり回復しました。滞在時間ここですが、見えますかね、7時間59分33秒となっております。あと27秒過ぎますと、料金が80円加算されますんで、危なかった。まあしかし実際のところ、あ、まだ時間あるな、レジも空いてるな、よしと思ってですね、行く前にお茶をガブ飲みしてから行ったのでした。朝って喉乾きますんでね、まだ何も飲んでなかったわけですけど、その状態で自分の持ってるお茶とか飲むと、またその分お金かかるじゃないですか。ドリンクバーは飲んでから出た方がいいですよ。しかし朝の7時でこんなに暑いとは、本当だったら洗濯もしたいんですけど、コインランドリーとかもなかったし、まあ、コインランドリー毎日ね、使って乾燥機とか使うとやっぱお金かかりますんで、今日は友達の家に泊めてもらう予定だから、頼み込んで、洗濯させてもらおうかなと思います。じゃあこんな感じでいいですかね。本日は鶴岡駅からスタート、よろしくお願いします。